うも伊達ちんチャンネルへようこそ。伊達ちんでございます。本日はね、気に食わんマスリーショット行ってみましょう。マスリーショットポチッと。はい、本日こちらガンマン募集行ってみたいと思います。行ってみましょう、バトルスタート。はい、今回はね、こんな感じのパーティーで行ってみたいと思います。行ってみましょう、バトルスタート。このガンマンの募集、ちょっとあれでしたね、動画でちょっと上げてませんでしたので、今回はね、こちらに挑戦していきたいと思います。よし、行ってみるか。で、もうちょっと昨日、今これ速攻出しますけど、昨日私はこれ、夕方は動画を上げる予定だったんですけども、なんかちょっと昼間ちょっと眠くなっちゃって、寝ちゃったら朝になっちゃうってね、そういうことたまにあるじゃん。たまに朝6時で6時間違いっていうね、そういうミスを犯してしまいましたね。やっちゃった。よくあるあるなんだよ。うん、よいしょ。よくあるあるなんだけど、まあこういうあるあるね。ここはなんとかね、ちょっと行きたいんですけれども、よいしょ。あーっとね、どうしよう。触って、よし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 、よいしょ。でですよ、問題。いや、倒しちゃおう。えい、倒せるか。はい、よっしゃ。はい、なんとか倒しました。まあこれ、ランダーはね、電流、それから火山、それから異次元ホールですね。まあギミック出てきましたね。ちょっと俺言うの忘れちゃったの、俺。はい、続いてラウンド2でございます。ラウンド2登場するギミックが電流ロープ。このランダム異次元の、この、なんていうの?ね、ダメージ異次元。ね。しかし私これやっちゃいましたね、今。電流に変えときゃよかった。万太郎は電流持ってますからね、電流にしときゃよかったね、これね。やっちゃったな。よし、よし、で、バッファローマンも電流がないんですけど、こんな感じか。よし、まあまあしびれるのはしょうがない。で、アシュラマン、いや、つける。よし、そして次のターンで、よいしょ。次のターンで、いっか。よし、一応、よし、うん。でもこれ行くしかねえな。で、万太郎に触れれば、よしよしよし、はい、 KO ですね。よかった。はい、続いてラウンド3。ラウンド3ですが、登場するギミック。こちら、火山と、この異次元。ね。そして、ダメージ異次元とランダム異次元ってやつだね。っていうのは、ありますね。よし、ちょっとこれは、二人ともビリビリなんで、ちょっと万太郎に触れつつも、早めにこのスニーゲーターをね、つけていきたい。よし、早めにこのスニーゲーターをやっつけておきたい。よし、できればこのスニーゲーターに狙ってほしかったね。ミラージマンも意外にね、結構厄介。よいしょ、ちょっと真ん中痛いかな。やばい。よっしゃ。まあ、敵は一掃したけど、ちょっときついかな。あーか、あー、
なりましたね、そうね。牛丼取りたい、牛丼取りたい、牛丼取って、牛丼牛丼、よっしゃよっしゃよっしゃ。まあこれ必殺技食らっちゃうな。まあまあまあしょうがないにしても、なんとか、うほー、ギリだね、ギリ。もうこれ取っちゃうか。よいしょよいしょ。はい、KO でございます。危なかったね。続いてラウンド4ですね。ラウンド4、登場するギミックは電流ロープ、それから、ランダム次元ホールでございます。あ、これあれでね、ダメージ電流ロープもそうですね。よし、これはもうあれですね、万太郎に当てつつも、当てながらもパワーアップしてもう倒していく。もうこれはさっさとね、このスプリングマンとね、バッファローマンを倒していきたいね。うん、でこの電流ロープ耐性がない人たちはなるべくこのもうこれでこっちのもうあれでいくしかないもんね。このでん電流ロープ側で当てていくしかない。うん、よし、必殺技も溜まってきた。どっちか倒したい。よいしょよっしゃ。まあこれもほんとバッファローマンか、マジで倒さなきゃやばいぞこれ。あたおにゃお、お結構痛かった。そしてこの次のターンでね、なんとか倒しましょう。よし、バッファローマンを、よっしゃ、なんとか倒したね。危なかった。あとはもう微調整。よし、あとはやられない程度に微調整を施していくと。よし、これでもうこれ次のターンでいいですね。もうやっちゃいましょう。もうボコスカやっていく。よし、はい、 KO でございます。まあなんとかね、いきました。で続いて、ファイナルラウンドね。もういきなりファイナルラウンドですね。次乗るな時計どうぞもってね、いうことでございます。ファイナルラウンド登場するのが電流ラボ、そして火山でございます。もういきなり首絞められてるけどね俺ね。はい、まあこれちょっともうギリなんだけど、もうちょっと狙ってっか。もう、あー、バッファローマンの必殺技ですね。よっしゃ来た、ハリケーン、ガッバスター、トトトトトゲッパコーン、ガーン。もうこれもうバッファローマンの必殺技超強いですからね。これでちょっともうなんとか耐えて次のマンタロウにつなげたい。次のマンタロウにつなげたい。うわー、めっちゃ呼ばれてる。もうめっちゃ呼ばれてるよ。なんとか耐えろ、なんとか耐えろ、なんとか耐えて。ここであと一撃、あと一撃いけるかな、万太郎。よっしゃ、なあ、バスター、しかー、厳しいか。ジャスティスをできなかったか。ちょっとここでもうちょっと、よいしょ来たビッグベース、どうしよう、よっしゃこれでなんとか、うわー耐えてくれー、ボーン、うほほほ
バンバンバン、おお、ギリ、超ギリ。そしてここで万太郎の必殺技、これだっけ、バスタークラッシュ、うりゃドーン、 KO という感じでね、まあなんとか勝ちました。リュウフィン、超ギリだ、超ギリだな。真のスーパーヒーローは諦めを知らないものなんだということで、なんとね、勝つことができました。えいえいえいということで、見事今回ね、ゲットいたしましたのはこちらでございますね。まあ持ってたけど、このガンマンでございますね。いや、今回、ガンマン3体をゲットしちゃいましたね。はい、ということで、今回見事クリアということでございました。はい、今回ゲットした超人見ていきたいと思います。はい、こちらでございますね。このガンマンでございます。このガンマンもね、かなり強いアビリティ持っております。で、このガンマンもね、まあ、絆マックスにしてね、使ってもいいですし、ガンマンもね、かなりの素材になるということでございます。私も持っております。木の悪魔将軍ね、ありますんで、これまま転生にね、まあ、後で、まあ、絆覚醒もしたいところでございますけれども、今回ね、このガンマン無事撃破ということで、今回この猛獣、クリアすることができました。本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画が良かったチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、たてちんチャンネル、またパソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。